こんにちは。今週の万年筆はパーカーですね。パーカー51プレミアム万年筆 F 細字ブラック GT ご紹介したいと思います。ペン先はね、18金ということになっております。そしてね、例によって今回もね、インクの方、まあ、パーカーときたらパーカーということでね、うちのね、万年筆系の引き出しからね引っ張り出しました。これずいぶん古い、10年は経ってるんじゃないかなというね、ヴィンテージインク。大丈夫なんでしょうか、こういうのって使ってっていうことありますけれどもね。ちょっと万年筆の場合ね、まあ要するに顔料インクはまずいですけれども、染料インクの場合はね、はい、よほどのものが混じってなければ大丈夫じゃないかなということで、結構古いものでも使わないと、大量にね廃棄してしまうことになるということで、私ちょっと10年20年ぐらいはね大丈夫じゃないかなと思ってね、ちょっと買って保存してあるもの、まあ、これをね、最初に試し書きしたいと思います。でパーカーのね万年筆一旦ちょっと避けておいて、先に例によってね、このパーカーのねクイックって書かれてる世代のインクですね。今どうなってるのかすいません、最近パーカーのインク私買ってないんでわからないんですけれども、まあ、これ別にね普通に文房具屋さんに売ってるレベルのインクです。ロイヤルブルーだったと思うんですけれどもね、名称ちょっと記憶がね曖昧です。はい、さあ10年ぶりぐらいに開けてみましょうか。開きましたね。はい、ね、ちょっと怖いです正直言って大丈夫なんだろうな。わわわわわわ、お、いい色ですね。そうですね、これロイヤルブルーですね。各社さんロイヤルブルー出してますけども、どこのも綺麗ですね。ウォーターマンのも綺麗だし、デルタのが結構グッとね、同じ青でも微妙に違うんですよね。ではこのパーカーのねロイヤルブルー、まずぴったり描いてみましょう。はい、それからちょっとかすれていきますということで、はい、このあたりをね、万年筆の紹介が終わる頃には綺麗にね乾いていると思いますんで、どんな色にね、はい、なっていくか、描いてる時のねブルーと、書き終わってしばらく乾燥してからのブルーどうなるかっていうのもね、一つご参考にしていただきたいと思っております。では万年筆の方に行かせていただきましょう。箱がねこれいい感じなんですよ。これの外側にね、こういうね白いね外装はもちろんついてくるんですよ。でスルッと出てくるのがこれなんですね。はい、この辺のところにやっぱりねなんか、しっかり読めないんですけどはい、なんか格調高いなみたいなね、ね、こんな感じで、で多分なんかずれてると思いますけど、パカッと開けると本体登場とね、こういうオールドファッションなね、はい、まあ復刻版というわけではないんですね。伝統的なね、ペンに新しい技術を加えてリメイクされているような、そんな感じです。でパカッと開けるとですね、中にはですねカートリッジのインクですね。それと、これもカートリッジ、あ、はい、黒とね、ブルー両方入ってきてるんですね。1本ずつ、まあサンプルっていう感じですね。はい、それとね、あ、トリセツのとか思ったらね、ここにちゃんと書いてありますね。もうトリセツとか全部ね、ホームページをご覧くださいとね、なんとも言えないですね。アナログ真っ只中の、あえてアナログに行こうとしている万年筆の世界でね、トリセツはホームページをご覧くださいっていうのもなんとも皮肉なもんですよね。まあ、全然そこは気になりませんけれども、ちょっと皮肉だなと思っちゃったりしました。はい、で今日もねこの小銭入れは小銭置きを、あ、失敗したな、かぶってますねこの色がね。もっと深い色のやつがちょっと遠いところにあるんですけども、時間もったいないのでそのままにしましょう。このパーカー51っていうのは1941年にね発売されたそうですね。世界で最も愛されたペンとしてね言われたんですけれども、それのねもう随分ねその基本的な形を踏襲しながらね最近リメイクされています。で特徴的なのはですね、
これ昔のやつってうちに多分あると思うんですけれども確認してないんでちょっと間違ってたらごめんなさい。昔スポット抜けましたよね。これがね今回もそれやろうとしたら違う。ここねスクリューになってるんですね。ちゃんとねここがねこういう感じで。でモンブランでもねいくつかのラインナップで行われているこのフーデッドニブっていうフードですね。フードをかぶったニブ、要するにペン先がこの中に隠れてるんですね。こんな感じでね、これでねインクを乾きにくくしたりね、あとまあペン先自体をね保護するという効果もあるようです。こんな感じですね。でここをスクリューをくるくる回してみるとコンバーターがついてきてると。最近なんかコンバーター付きこのクラスの万年筆でコンバーター最初からつけてくれるの多いですね。はい、でこのコンバーターね半透明でねクリクリクリっとクリッ、おーきつい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 、はい、こんな感じでチュッ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 と吸うわけですね。今日ね試し書きするんでねこれちょっと外しちゃいましょう。このコンバーターはねやっぱりねメーカーによってねネジ式なのか刺すだけなのかってあるんですけども、見ていただくとねパーカーの場合これ刺すだけなんですけども、とりあえず今ね怖くてくるくる回しちゃいました。はい、まあ、コンバーターも入ってましたということですね。こんな感じですね。で今回もね、ペン先のね写真を撮りました。その前にね、なんかサムネ用にこじゃれた形で写真を1枚撮らせてください。パシャって感じでどうでしょうね。オーソドックスですよね。ちょっとキャップの金っていうのは悩んだんですけれどもね、ちょっと下品かなと思ったんですけどもね、あんまり年取るとねそんなに抵抗なくなってきますね。若い時だったら上下の色違いっていうのはあんまり多分私選ばなかったろうなと思うんですけれどもね。おお、いけねえいけねえはい、年取るとね手が乾燥しますね。こういうことがね多々起きます。はい、いけねえいけねえとかね、すいませんね、万年筆の動画なのに品がなくてね、人間自体にあんまり品がないもんでどうしてもこうなっちゃいますね。さてペン先の写真です。はい、こんな感じですね。どうでしょう、なかなかね綺麗に出来上がってる F なんですけれどもね、思ったほどのこの間のモンブランのやつみたいにとかの、やつみたいにこうこっちからこう削った感じではないですね。シュッと丸めた上で先っぽがある程度細いよみたいな感じですかね。で斜めから見るとこんな感じですね。はい、こんな感じのね、なかなか丁寧にできてるんでね、試し書きが楽しみです。では早速ね、試し書きしてみたいなというふうに思います。おっとっとこれねツルツルに滑るんですよ。言い訳じゃない、言い訳なんですけどツルツルに滑るんです。ちょっと怖えな。はいね、こんな感じですね。じゃあ先ほどのね、パーカーのこの古いね、もう我が家では古いインクみたいになってるやつをちょっと使ってね書いてみましょう。形状やっぱり独特ですからね、これどのぐらい洗うの、どのぐらい手間、真ん中ボコッと抜けたりするのかしら。ちょっとね後でホームページの方をね確認してお手入れ方法なんかもねきちんと考えてみたいと。通常私は首軸外れるものはね、以前お手入れ動画でご紹介している通りもうジャブジャブ洗っちゃいますんでね、今回のはどうかな。ポッ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 と、はい、かけるんでしょうか。もうここにインクついてますね、思いっきりね、ここにねインクがねポテってね、はい、この向きかな。このフーデッドニブ、このフードがついてるからペン先の柔らかさが実はあんまり私の方に見た目で伝わってこないんですけれども、すごく柔らかいです。ニブが柔らかいですね。パーカーってこんな柔らかかったでしたっけ。あ、そうですね、今度デュオフォールドとかもあるんでそのあたりとね、
2分の感触を比べてみると面白いかもしれないですね。紙に弁先を付けた時の感じ、思ったより柔らかい感じですね。もうちょっとつけてみようかな、チャプチャプと。このよくね、文具店のお店でやってる方式ですとね、インクフロー自体わからないですよね。ただ昨今のやつでインクフローそんなぐちゃぐちゃ悪いっていうのはないと思うんですけどね。何本かありましたね、過去ね。正直言ってほとんどインク出ねえじゃねえかみたいなやつがね。ああ、これがやっぱり細字なんですね、洋ペンの場合はね。インクフローは不明と。じゃあこういうふうに柔らかい柔らかい柔らかい。やっぱり先ほどのね、写真で見た通りですね、これ。はい、今ねこんな感じです。この先っぽのね、丸まってる部分がね、紙とねグリグリ擦れてる感じがします。例えば今、私は正面にね、向きをペン先をねこういう感じでピチッと正面向けてるの、ちょっとひねって書いてみましょうか。内側にね、内側にひねると出なくなりますね。出なくてからこれ触んないんですね、ペン先がね。グリグリしてる部分をこうちゃんと当ててやるとこういう風な感じになってくると。これもちろんね、ガン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 自分で、自分の引き角度に近い角度で書いてるうちに、これはペンね、ポイントがね少しずつ削れてね、馴染んできたり、あるいはこのペン先がこうなってるのがね、ちょっと自分なりにこうずれてきたりしてね、それなりに書けるようにはなってくるんですけれども、今これはね正面向けて、楽しく書けるっていう感じの感じというかな状態ですね。あとあれですね、 A 様ですね。そうですね、ちょっと正面から外れるとねまずいですね。これ見づらいですね、これね。もうなくなってきたのかな、つけたインクがね。ちょっとなんか外れる時がありますけれどもね、ちょっともう一回試してみましょう。パーカーのね、名誉のため、あ、大丈夫ですね。ちゃんとインクしっかりつけるとこういう感じで、はい、かけます。いいですね、パーカーのブルー、白い紙にピタッと合いますね。じゃあペン、直線を軽く触らせるだけで引きましょう。ちょっと筆圧をかけて太く引いてみます。どうでしょう、差は出てますかね。多少出ますかね。ね、こんな感じで。思ったよりね、ちょっとペン先が柔らかかったんでね、ビビっちゃいましたけれどもね。まあさすがパーカーで、ああいいなぁとね。ツバメ相性いいですね。よしと。なんか食べ物番組みたいになっちゃいますけどね、いい感じですね。はい、あとはこのね、やっぱりオールドファッションなスタイルっていうのがね、懐かしいなと思って使われる方もいれば、若い方なんかは割とおなんか斬新なんて思ってね、両方向からね評価される可能性のある銃だ、あ、銃じゃない失礼しました、万年筆だと思います。はい、ここがスクリューになったのいいですね。なんかこの辺が頑丈っぽくなってる、まあいろいろと改良はされているんでしょうけれどもね。あとこのさっきコンバーターをつけた時の感じっていうのはすごいフィット感があったんで、そういう意味ではかなり中の方も改良されてるのかもしれません。はい、ということで今回の万年筆はパーカーのね
リメイクっていうと怒られちゃうかもしれないですね。リファインされた、古いね、41年ですから、もうね、ずいぶんね、第二次大戦の前ですよね。その頃から発売されていたスタイル、パーカーのね、51。これの最近ね、発売されたものをね、ご紹介させていただきました。ではまた。